ジョン・キャメロンは、スコットランド・サウス・エアシアーエア出身のサッカー選手、サッカー監督。ポジションは FW。青年期の頃は、地元エアのチームでプレーし、1896年には、サッカースコットランド代表にも選ばれた。1896年に、エバートン FC で、プロデビューし、2シーズンで48試合に出場し、14得点を記録した。当時のエバートンで、 最も給料の高い選手の一人だった。1898年5月、当時サザンフットボールリーグに所属していたトッテナムホットスパー FC と契約を結んだ。1899年2月、全任の監督フランク・ブレッテルが引き抜かれると、監督を引き継ぎ、選手兼任監督に就任した。1899から1900シーズンにチームをサザンリーグ優勝に導くと、 翌1900から01シーズンには FA カップの決勝に初進出。シェフィールドユナイテッド FC 相手に2から2と引き分け、再試合にもつれる。再試合では自身のゴールもあり3から1で勝利し、初優勝を果たした。クラブとして初の国内主要タイトル獲得であった。また、プロサッカーリーグであるイングリッシュフットボールリーグに所属するチームではない。チームの優勝は 1888年にフットボールリーグが創設され、開幕してから2020年の現在に至るまで、史上唯一の出来事である。トッテナムは後に1908の09シーズンからプロ化し、フットボールリーグに参加する。1902、1904年には、トッテナムをサザンリーグで準優勝に導いた。1907年に監督を辞任し、現役も引退した。 トッテナムでは通算293試合で139ゴールを記録した。引退後、短期間スポーツジャーナリストに就いた後ドイツのドレスデナー SC を指導することになった。しかし1914年に母国イギリスとドイツの間で第一次世界大戦が勃発するとベルリンにある収容所に収容された。次第に収容所内でサッカーが行われるようになると 収容所内のサッカー協会の一員としてリーグやカップを催した。他にも元、サッカーイングランド代表選手など、元プロサッカー選手が複数に似た。ありがとうございます。